皆さんこんばんは、上水幸でございます。サイコパスのラジオ、ぜひ最後までお付き合いください。今日は書くと話すの射程範囲というお話をしたいと思っています。ノートで毎日エッセイを書き、このポッドキャストで毎日話すということで、個人の表現活動としてですね、これ毎日話す書くってことをやってるんですけども、いろんな角度からですねそれを考えてきたんですが、最近ちょっとねクリアになったこと、なぜこの2つを、やる価値があるのかということですね、明確に自分の中で定まったのでここでご紹介したいと思ってるんですけども、書くと話すっていうのはその射程範囲が違うなというふうに思ったんですね。もともとは書く、読み物のが好きな人、こういう音声で聞きたい人がいるだろうからっていうのも思ってたんですけども、そういう現代人のその好みの話ではなくて、もっと時間軸を超えた射程範囲の違いがあるんじゃないかなというふうに最近は考えています。例えば鎌倉時代の人が書いた文章、吉田兼好が書いた徒然草をね読んでみたいと思うとしますよね。一方で吉田兼好が徒然草を音声で残していたとしますよね。どっちを手に取りますかって言われると、やっぱり僕は本を手に取るんですね。それは読む方が好きですとか聞く方が好きですっていう話じゃなくて、僕どっちも好きなのでですね、どっちがいいですって話じゃなくて、多分鎌倉時代の人が喋ってる音声で多分聞けたもんじゃないんじゃないかなと思うんですよね。で、徒然草も確かに、原文ままだと読めたもんじゃないという部分もあるかもしれないんですけども、それって現代語訳みたいなものが比較的しやすいですよね。現に、現代語訳の徒然草とかって出てたりすると思うし、だんだんね現代語訳を読んでから原文に近づいていくっていう方法もあると思うんですけども、音声を例えば吉田兼好が話しました、徒然草ですっていう音声ファイルを誰かが現代語で読み替えましたって言っても、なんかちょっとなんていうのかな、人が喋ったことを現代語風にやるとこうですよっていう感じで、人のスピーチをね、人が真似してされてもだからちょっと違うなっていう、その肉声が台無しになっちゃうというかね、とか喋る間とかいろんなものがね台無しになっちゃうので、人が代わりに喋り直すっていうのは難しいけども、文章に関してはそういう現代語訳的に翻訳しやすいというか、つまり文章の方がこう時代を超えていわゆる耐用年数があるんじゃないかなというふうに思うんですよね。一方で音声っていうのはその時その時代の人にとってはすごくこうなんていうのかな、同じ本当言語を使っているというか、そして同じある程度同じようなカルチャーを同時代のカルチャーを共有しているということで、会話の方がですね聞きやすいっていうのがあると思うんですよね、同時代の人は。だから今この2021年ね生きている人からすると、このポッドキャストの方が、僕はポッドキャストとブログ書いてますけども、ブログ文章が好きとかいう人でない限りはポッドキャストの方がですね、僕が言いたいこととかはよりね、喋る方が情報量多いですから、文章読むよりもこのポッドキャストの方がいろいろと聞いてて内容が入ってくるっていうのはあると思うんですが、すごい未来の人というか、自分が死んだ後とかもねいろいろ想定すると文章を残しておくっていうことの価値ってあるかもしれないなというふうに最近は思っています。今度ね映像ってあると思うんですよね、映像はやっぱり最強ですよね。100年前のこう戦争の映像がとかってすごいこうリアリティがあるというか、映像で見れることによってそれは文章で見るよりも、音声で聞くよりもまた違ったリアリティがあるということで、やっぱ映像は今言った文章とか音声よりも強いなと思うんですが、今度映像になるとそのこれ個人的なあれですけども、あんまり量欲しくないなみたいなここ一番のスピーチとかね、記念となる映像は欲しい、節目節目の映像は欲しいけど、毎日のこうライフログみたいな映像はちょっと重たいなというかだるいなとなってしまうので、
分かんないけども、100年、分かんない、もう100年後に、自分のこう文章とかそういった作品をね検証する人が現れるかは分かりませんけども、もし仮にいたとして、毎日こう動画があるのと、毎日このポッドキャストがあるのと、毎日の文章があるのって考えると、やっぱ100年後の人がすると文章が、最も検証しやすいだろうし、音声は雰囲気だけ感じてもらう感じになるだろうし、映像は節目節目のね、イベントごとのとかじゃないと毎日の映像なんか見たくねえよって多分なると思うんですよね。だから、ものはやっぱ使いようというか、しっかりと使い分けてですね、まあ、映像はなんかポイントポイントで残していきたいなと思うし、まあ、今ですね、友人に写真を撮ってもらってですね、四半期に1回ですね、季節ごとに写真を撮ってもらって、ポートレートを撮ってもらってですね、インスタグラムの方にですねずっと自分の写真を上げてるとかもやってるんですけど、そうやってね、自分の姿形を残したりとか、思想をこう、まあ、書いたり話したりとか、あとは映像で時々何らかの形で残したりということで、いろんな形でですね、自分の人生をこう、まあ、作品として残していくみたいなことは、今後もね考えてやっていきたいなというふうに思っているところでございます。ぜひね、今からブログ書こうかな、ポッドキャストやろうかなって迷っている方いましたらですね、どこの時代の人をですね射程範囲と捉えて、その作品というかその活動をしていくのかということをですね考えてみると面白いんじゃないかなと思いますね。書くのが得意だから書く、話すのが得意だから話すっていうのも一つの方法なんだけども、どういった人にというか、どこの時代の人に届けたい、より届けたいかって考えると、多分今の時代だと多分話すっていうのが多分一番届く気もするんですよね、個人的には。けども、あえてね書き続けるっていうのは、まあ、未来今の日本語がちょっと変形した時にもですね耐えうるような文章という意味でですね、頑張って、生きている限り書き続ける、話し続けるっていうのをですねやってみたいなというふうに思っています。本日は以上です。またお会いしましょう。さよなら。